弱音を吐くって言葉は私は好きなんですよ。ネガティブなことを吐き出すのとは違うんですよ。上司のバカ野郎っていうのと、いやうちの上司口うるさくてねっていうのとは違うでしょ。やっぱりこうニュアンスが皆さんも聞いていてね。だからネガティブなことを吐き出すとネガティブが強化されちゃうんだけど、その愚痴と悪口の違い何ですかっていう質問も時々あるんですけど、そこですね。だからね、悪口じゃなく弱音を吐くんです。仕事がうまくいきません、甥っ子の世話が大変、残業しろと言われたらやらなくてはいけなくて休む暇がないな。まだ残業が多い会社もあるんですかね、このコロナ時代にね。大変ですね。仕事できるかな、続けられますように。今の答えがストレスフリー超大臣に結構書かれてると思うんですよね。仕事続けられるかどうかっていう人の答えも書かれてたと思うけど、自分の仕事スキルを上げるっていうのを一つ私はお勧めしてますね。今のあなたの能力だからきついのであって、あなたの能力が例えば 20% もし仮にアップしたとしたならば、なんとかいけるはずなんですよ。だから自分自身が自己成長して今の壁を突き破っていくという、今のあなたの能力だと難しいかもしれないけども、ワンレベルステップアップしたらできるんじゃない。あの RPG だと分かりやすいよね。今のレベルだとこのボスキャラ絶対倒せないけど、あと2レベルか3レベル上がって戦ったら倒せるよねって、多分 RPG やってる人だったらよく分かると思うんだけど、皆様方は今のレベルでボスキャラと対決してるから勝てなくて衰弱して無理がかかってるんですよ。だからボスキャラと戦ってもレベルアップしないでしょ、倒せないからさ。雑魚キャラを倒してレベルアップしてボスキャラと戦うじゃないですか。雑魚キャラと戦うっていうのは、皆さんが本を読んで勉強したり、今こうやって動画を聞いて勉強したり、それをアウトプットして実践したりするっていうことも自己成長なんですね。だから今のあなたのレベルで戦うので無理なのであって、3レベルアップして戦うと無理じゃなくうまくクリアできるという考えると、ちょっと分かりやすいかなと思います。ですから自己成長したりですね、勉強したりしていくってことがとてもとても重要なことでございます。精神科医が教えるストレスフリー超大全、ぜひこの本であなたのストレスフリーを実現してください。全国の書店で絶賛発売中。